カツラは日本出身でアメリカで活躍したビリヤード選手。ニックネームはカツイ。ビリヤード界のファーストレディとも呼ばれた。1950年代に流行したキャロムビリヤードを得意とした。カツラは当時極度の男性社会であったプロビリヤード界に女性が進出する先駆けとなった。最初の師匠は一番上の姉の夫で、 ついで、日本チャンピオンの松山金玲が師匠になった。松山の指導の下桂は日本でただ一人の女性プロビリヤードプレイヤーになった。日本では、スリークッション制のビリヤード大会で2位を3回取った。1950年に在日米軍の陸軍士官と結婚し、1951年に夫と共に渡米、1952年の世界。 スリークッションチャンピオンシップに特別出場し、10人中7位となった。カツラは世界トーナメントに出場した初の女性となった。これで有名となり、世界チャンピオン8回のコクラン、世界チャンピオン51回のホッペとの、米国エキシビジョンツアーを行っている。1953年の世界、スリークッションチャンピオンシップでは5位、1954年には4位と、 なった。その後、たまたま、アメリカで、スリークッションの人気が低迷してしまい、カツラはしばらく試合に姿を見せなかった。1958年には、ハロルドワーストとのエキシビジョンマッチを30回、行ったが、トーナメントには出場していない。1959年には、ABC の、You Asked for It, CBS の、What's My Line という2つの番組で、 テレビ出演している。1961年には世界スリークッションチャンピオンをかけてハロルド・ワーストと対戦するが敗れている。その後はビリヤードボンの著者ロバート・バーンが1976年のちょっとしたエピソードを披露している他には記録がない。1990年に日本に戻り、1995年に死去。 カツラの幼年時代のことは詳しくはわかっていない。カツラ家は四人姉妹で、政子は次女だった。12歳の時に父が亡くなり、カツラは結婚していた姉夫婦と暮らし始めた。姉の夫、小橋富雄はビリヤードパーラーを経営しており、カツラは13歳まで義兄のビリヤードパーラーで遊んでおり、14歳から係員として働き始めた。義兄は、 優れたプレイヤーでもあり、カツラにキャロムビリヤード各種目の基礎を教えた。カツラがビリヤードに熱中したため、家族はカツラのために自宅にもビリヤード台を用意した。カツラは熱心に練習し、すぐに日本の男性と張り合えるだけの腕をつけた。15歳の時、日本でストレートレールトーナメントで優勝した。後のインタビューでカツラは、 その後プロに転校し、日本、中国、台湾へ遠征を始めた、と語っている。まさこの二人の妹、のりことただ子も、別の年の女子ストレートレールトーナメントで、優勝している。1937年、カツラは全日本スリークッション選手権で数回、優勝経験があるプレイヤー、松山金レートであった。松山は1934年のアメリカチャンピオンである。 松山は、カツラのプレーに感動して、トップレベルの技術を伝授し、カツラは、第4回全日本スリークッション選手権では、松山金霊に次いで、準優勝した。1947年の時点で、カツラは日本で、唯一の女性プロビリヤード選手だった。その年、カツラは、アメリカ軍人のバーノングリーンリーフの目に留まった。 グリーンリーフの軍歴は22年でアメリカ陸軍受診科に所属していた。グリーンリーフと初めて出会ったのはカツラが東京のクラブでビリヤードコーナーを担当している時だった。グリーンリーフはカツラからレッスンを受け彼女に急速に惹かれていった。1949年春には8年ぶりの第5回全日本スリークッション選手権が開催されカツラは 小形荒野に次いで、準優勝した。第7回では5位入賞。二人が結婚したのは1950年11月30日で、ある。二人の間には、子がいなかった。また、この頃カツラはある。ストレートレールの大会で1万点の連続得点記録を達成した。この4時間半のゲームにおいて3回以上クッションした。ショットは27回であった。 アメリカに来る前年には、スリークッションビリヤードで1イニングに19点を出したこともある。第8回全日本スリークッションでも5位に入賞した。1951年、カツラのオットグリーンリーフは、羽田陸軍航空隊基地からアメリカ国内へと転属になった。カツラは英語はほとんど話せなかったが、アメリカの軍艦ブレッキンリッジ号に乗り、 1951年12月の終わりにサンフランシスコに到着した。翌年3月6日には、その年の世界、スリークッションビリヤードトーナメントがサンフランシスコで行われる予定であった。このトーナメント会場のオーナーであるウェルカー・コクランが松山からカツラの評判を聞いていたため、カツラはこの大会に暫定的に招待されていた。コクランは、 スリークッションで6回、18.2ボークラインにて2回に渡り、世界大会優勝経験を持つプレイヤーでもあった。またコクランは、カツラの腕前を見るため息子の WR コクランを、カツラの元によこして、この子は父さんよりもうまいよ。という返事を受け取っていた。最終的な出場の決定権を持っていたのは、スポンサーであるアメリカビリヤード評議会であったが、 競技会もコクランに招待するかどうかの決定を任せた。カツラはアメリカに着くとコクランを訪れその腕前を披露した。コクランが自身の目でカツラの実力を確かめるためだった。その時カツラはストレートレールで300点と400点を出し、コクランによればほとんど信じがたい。ショットを決め、スリークッションでも連続得点による。 確かな実力を見せつけた。コクランは正体の最終決定を行い、彼女は今まで見たことがないくらいに素晴らしい相手が何者でも、ウィリー・ホッペにさえも、勝てる力がある弱点が見当たらない数多くのプレイヤーを脅かすだろうと語った。1952年2月、カツラは大会へのウォームアップとして多くのエキシビジョンを行っている。 カツラの1953年の世界スリークッションビリヤード大会への参加は女性が世界レベルのビリヤードタイトルを争った初のものとなった。ルース・マクギネスが女性選手として初めてプロビリヤード大会に招待されてからわずか10年後のことであった。大会の前チャンピオンは64歳のウィリー・ホッペで今回の大会にも出場した。 トーナメント以前の下馬評では、ホッペとカツラがトーナメントで対戦した場合、50ポイント選手の試合なら、カツラは10ポイントも取れないだろうとされていた。カツラのプレーを見たホッペは、彼女は素晴らしいストロークの持ち主で、どちらの手でも打つことができる。彼女と試合できるのを楽しみにしているよと語った。観客も彼女のプレーに魅了された。 珍しい女性プレイヤーに、監修は湧き立ち、ライフ氏は、キューとキューリの区別もつかない、サンフランシスコの人々が彼女を見に押しかけていた、ケイティ、ママ、は、すっかり大会を食ってしまったと記している。このトーナメントでは、カツラ、松山、ホッペ、ジョーカーマーチョ、ハーブハード、アーサー・アルビン、ジョー・プロキータ、レイ・キルゴア、ジェイ・ボーズマン、 アービング・クレインの12位によるラウンド・ロビンの総当たり戦で争うこととなった。全45試合がコクランがオーナーを務める924クラブで行われた。試合は1952年の3月22日まで17日間にわたって行われた。この試合は第二次世界大戦前からの最も大規模な大会と報じられた。 1>, 1位の賞金は2000ドルに加え数千ドルのエキシュビジョン料以降の賞金は8位までそれぞれ1000ドル、700ドル、500ドル、350ドル、300ドル、250ドル、250ドルであった。カツラの初試合は大会2日目の1952年3月7日相手はアービング・クレインだった。クレインは参加者1の長身だったので小柄なカツラとは 対照的だった。サンフランシスコエグザミナーの記者カーリー・グリーブは、ゴールドサテンのガウンをまとった小柄で可愛らしい彼女は、人形のようだったと語っている。クレインは、ストレートプールの名手であり、6つの世界タイトルを含む、数々の大会で優勝している。試合は接戦だったが、57イニングで50対42と、クレインが勝った。3月10日、 カツラは58イニングで50対42で、ハーブハードに勝った。この日、最初は負けていたのだが5イニング目に15ポイントを取って、逆転した。3月11日、カツラは、メキシコ代表のカマーチョに50対35で敗れたが、翌12日には6.5.4点の連続得点を決め、プロキータに63イニングで50対43と、逆転勝ちしている。 観客からは、見事、驚きだなどの声が上がった。3月14日はそれまで、無敗のほっぺとの対戦だった。36イニングを戦い、50対31で敗れた。ほっぺは、人気のプレイヤーだったが、500人以上の観客は、明らかに、カツラ B 級だった翌14日は、優勝候補ほっぺのライバルと目されていた、カツラの師匠の松山だった。 スコアは五十一イニングで五十対四十八と、スラクも松山の勝利だった。二十一イニング目まで松山は二十九対二十一とリードしていた。カツラは、その後三十三イニング目に四十三対四十二と逆転し、さらに四十六イニング目に松山が三つのランを出して再逆転した。九百五十二年の世界スリークッショントーナメントの最終順位。 上の数字は、プレイヤーの得点。右下は、イニング数。左下は、最高ラン。18日、カツラは58イニングで、アーサー・ルビンを50対28で破った。20日、ジェイ・ボーズマンに52イニングで50対18で、破れた。21日が、カツラの最終日で、レイ・キルゴアを61イニングで50対46で、破った。 ジャイアントキラーのあだ名を持つキルゴアは、松山同様にほっぺに引導を渡すことが、期待されていた選手であり、この試合はトーナメントで最大の話題となった。カツラは、優勝候補ほっぺに黒星をつけた、プロキータ、キルギアを共に破ったことになる。その晩、キルギアとの試合は、会場のオーナーコクランの解説で、クラン TV で特集された。大会は、翌十二日が、 最終日で、ほっぺが前年のチャンピオンの座を守った。カツラは7位だった。大会後、3位のジェイボーズマンは、我々は女性がビリヤードの世界大会に出場し、勝利を収めることなど考えてもいなかった。ミスカツラは、私が世界選手権で見た最高級のプレイヤーだと語り、自身が世界大会で5回優勝している。 大会主催者のコクランは、後に、3年もすれば、カツラの優勝もあり得る。マサコは女性に対して新たな境地を開いた。彼女は、男性のように力強く、ストロークは美しい。彼女のボールさばきは、幻想的だ。足りないものは、経験だけだろうと語っている。1952年の大会のすぐ、あと、7年前に引退を宣言していたコクランは、 復帰して、カツラを連れてのエキシビジョンツアーを開催すると発表した。このチャーミングなビリヤード界のファーストレディを見たいというファンは大勢いるだろうが、そのうちの何人かは夢が叶うだろうとコクランは言った。二人は1952年4月18日、サンノゼのガーデンシティパーラーで3日間の興行をした。さらにカンザスシティ、シカゴ、デトロイト、クリーブランド、 バッファロー、ボストン、フィラデルフィア、ダラス、サンディエゴ、ロサンゼルス、と、ロングビーチを訪問している。試合は100ポイントのストレートレール、50ポイントのスリークッション、さらに曲芸打ちなどだった。カツラは、出発前にこう述べている。このツアーで、私はビリヤードが、男性だけのものではないということを証明したい。女性も、男性と、 同レベルのプレーができるのだと、ビリヤードチャンピオンで、コクランの924クラブのパートナーでもある、テックス・チマーマンと、プールハスラーの名で知られるダニー・マッグーティが、ツアーの計画を立てた。彼らはカツラに、異国風で、魅力的な衣装を用意した。チマーマンの妻は、カツラのためにタイトな着物を脱い、その裾には、長いスリットをつけ、ハイヒールを履かせた。 カツラは小柄であり、体重88-92ポンド、身長5フィート程度で、標準サイズのキューと同じくらいだった。マッグーティは、後に、マサコは、キュートだった。当時39歳だったが、29に見えた。彼女は、テーブルの周りを、ハイヒールで素早く動き、ファンに微笑を向けており、誰からも愛されたと語っている。しかし、カツラの魅力は、 なんといっても、そのプレイにあった。コクランは、ツアー終了後、世界クラスのプレイヤーであるマッグーティに対し、君が彼女の相手だったら、苦労しただろうねと語っている。あと、二人は、実際に対戦した。試合前から大評判で、マッグーティは、感染希望の連中は、トイレの椅子の席さえ買いかねない勢いだったよと、語っている。試合後にはカツラを表して、彼女には、 苦労したよ。私は、精一杯のプレーをし、考えうる限りの汚い手も使ってみたんだがね、それでも彼女に10試合中5勝できたのは幸運だった。彼女が単なる、可愛い子ちゃんだと少しでも頭の中によぎった奴は、まずは勝てないだろうねと語っている。時に、ツアーのチケットが売れない時もあり、コクランは苦しんだ。かつて1945年のコクランとほっぺの試合の、 チケットは13都市で売り切れており、NEA のスポーツ記者、ハリー・グレーソンは、ビリヤード人気そのものが落ち込んでいると語っている。ツアーは、必ずしも満席ではなかったが、カツラは、カリフォルニアに戻ると同時に有名選手との、エキシビジョンマッチを続けた。1953年1月、カツラは、サンフランシスコで1週間の日程で、キルゴアとの試合を組んだ。試合は、 一進一退で、12日の初試合ではカツラが7対10で勝ったが、次の試合では、キルゴアが勝った。二つの試合のトータルスコアは、カツラ349、キルゴア379だった。1953年2月には、コクランと彼のクラブで、エキシビジョンマッチを行った。また、3月26日からの大会に備えて、2月、後半から、 ほっぺと全国を回るツアーをした。30日間のアメリカ北東部でのツアーでは、シカゴやボストンなどを回った。カツラの夫も通訳として同行した。カツラは4試合で1勝を挙げ、一流プレイヤーの地位を安定なものとした。1953年の大会は、全大会優勝のほっぺが引退していたため、誰が優勝するかで話題となった。会場は、 シカゴのシェラトンホテルにあるシカゴタウンクラブで行われた。参加者11人のうち、メキシコのカマーチョ、カツラ、松山、バレエホのボーズマン、シスコのキルボア、ロスのプロキータ、ニューヨークのルビンの7人は連続出場した。そこにグランドラピッズのハロレドワースト、ハリウッドのジョン・フィッツ・パトリック、ミネアポリスのメルランドバーグ、アルゼンチンのエゼキエル・ナバラが加わった。 ナバラはその年のキューバ、コロンビア、ペルー、アルゼンチンの大会で優勝しており、スリークッションで全戦120イニング、1295点を出しており、通算アベレージは1.16だった。カツラは最初の試合でランドバーグを71イニングの50対44で破った。松山には39イニングの50対37で破れた。 ルビンにも52イニングの50対37で敗れた。フィッツパトリックには50イニングで50対38で勝利。さらにカマーチョにも56イニングで50対44で勝利。この試合では8ランを達成した。ナバラも43イニングで50対40で敗った。キルゴアには42イニングで50対41で敗れた。 ハロルドにも52イニングで50対4と破れた。ボーズマンには60イニングで50対48で、勝利、これが最終試合だった。戦績は5勝5敗、ジュニーは6位だった。この大会では、前年2位の松山が6位に終わっている。優勝は、キルゴア、2位は、ナバラと、ボーズマンが同位だった。百五十三年の世界大会の後、 カツラと松山はカリフォルニアのロングビーチでエキシビジョンを行った。100ポイントのボークライン、40ポイントのスリークッション、トリックショットが行われた。カツラはボークラインで100対11、100対3と師匠を打ち負かしたが、3クッションでは40対34、40対39と2試合とも松山が勝った。その後松山は日本に戻り、 1953年12月20日に死んだ。松山はアメリカ市民権を取って家族と共にハワイのホノルルでビリヤードパーラーを開くつもりだった。松山は生徒に数多くの日本のトッププレイヤーを持っており、カツラもその一人だった。カツラは1953年3月12から17日、サンフランシスコでレイキルゴアとのエキシビジョンマッチを組んだ。 試合は600ポイント制のスリークッションだった。試合は600対547でキルゴアが辛くも勝った。試合後キルゴアは彼女は本当に素晴らしいと語っている。翌週、カツラはコクランとエキシビジョンを行い45イニングで50対33で破っている。この年の大会はブエノスアイレスで8人で行われた。カツラ、ジャクソンのレイミラー。 ハロルドワースト、アルゼンチンのファンとエセキエルのナバラ兄弟、またキサンセンのコクラン、カマーチョ、全優勝のキルゴアだった。女性参加はまたも、カツラカズトだった。初戦で、ミラーに76イニングで60対47で勝ち、シャマコにも60対55で勝ったが、エセキエルには48イニングで60対28で、負けた。 ファンには77イニングで60対52で勝ち、カツラは4位だった。優勝は、ワーストとエセキエルのプレイオフとなり、最終的にワーストが優勝した。カツラは1958年までの5年ほどは、試合に出ていない。カツラはその間に日本語で、同級上達法を出している。なお、カツラは1952年にも、教則本、同級入門を出している。 1958年にはエキシビジョンを30ほど行っている。1959年2月9日、カツラはハロルドワーストと1200ポイント制のエキシビジョンマッチをシカゴのランドルフレクレーションで行った。続いてフィラデルフィアでも50ポイント制のスリークッションを6試合行い、さらにニューヨークでも行った。1959年3月1日、カツラは CBS の人気番組、ホワッツマイラインに出演した。番組は、パネリストがヒントを頼りに、特別ゲストの名前を当てる、というものであり、パネリストのアルレーン・フランシスはカツラが、黒板に日本語で名前を書き、プロビリヤードプレイヤーと明かした段階で名前を当てたが、フランシスは、カツラの名は聞いたことがあるが、写真を見たことはないと正直に答えている。同じ月、カツラは、 ABC の You Ask For It にも出演し、西部劇番組が作られる様子を見学した。カツラは1960年11月25日の You Ask For It にも登場し、今度はトリックプレイなど、カツラならではの活躍を披露した。その後、スリークッションの人気が低迷し、世界大会が開かれなかった。そこで1954年のチャンピオン。 ハロルド・ワースとは、自らが、防衛戦を企画し、1961年3月13から18日に、ミシガンのグランドラピットのホテルで、賞金2000ドルの試合をカツラに挑んだ。ワースは、スリークッションの試合を6つ組み、350対276でカツラに勝利した。それ以降、カツラの話はあまり伝わらなくなった。マッグーティは、 いろいろなビリヤードサークルやカツラの夫などから引退の理由を聞き残念だと述べている。なお、カツラの夫は1967年に亡くなっている。1976年、カツラはサンフランシスコのパレスビリヤードを訪れ、そこに居合わせたビリヤードの著書が多いロバート・バーンの要望に応じて即席で腕前を披露した。カツラは人から球を借り、 ストレートレールでノーミスで100ポイントを達成した。1990年、カツラは妹のノリコと住むため日本に戻った。1995年、死去。2002年9月には東京でカツラメモリアル第1回レディース3クッショングランプリが開催された。ありがとうございます。